そう、ダイツも含めて消した時にコイン数が下がることは分かったんだけど、そのコイン数のね下がり方にね下がって、だからさっき言った37チェーンでね270、あ、もう先に押すねプレイしながら言います。レディーゴー。そう、270コインなんですけど、ダイツム含めた時にその269コインだったり、250コインだったり220コインだったりってバラバラだったんですよ。だからなんでこんなバラバラになるんだろうなって思って、そう、とりあえず大事に消したらマイナスになることは分かったんで、その法則はなんだろうなとか思いながら、とりあえずツイッターとかにつぶやいたら詳しい方が教えてくれました。てかめっちゃスキルよ。これ7000枚、昨日苦労して7000枚いったのに行くんじゃないこれ。もはや運営様ですか。違う違う違う、教えてくれた人もねやり込んでる人かな、分からんけど。よし、いいね。ハムって常駐積むですか。常駐だね、常駐です。あ、ミスった。ダイツム役に立たないの。役に立たないわけじゃないですよ。ティモンやブーに限ったことじゃない。そうです、そうです。ティモンやブーだと、もうダイツムしか出ないので、基本は。より、そう感じるだけ。あ、これタイミングやばかったんじゃない？あー、ミスった。ミスった。もったない。スカーの時は結構かわいい。いや、ダイツもどんだけ多く含んだかなので差が出るのは。うわー、またタイミング。コイン補正の動画面白かったです。なんかやったっけ？あー、なんか動画出した気がする。よく覚えてたね。いや、これは待とう。5000、だってこれで13秒でしょ？よし。もうワンヒーバーいける。その詳しい人がペリウィンクルのコインが分かれねえって今日嘆いてました。ペリウィンクルそんな変わってたっけ？コイン補正の値が違うのかな？コイン補正の値も積むによって違う時があるので。うわあ、6000。なんか一般的に、なんだっけ、今回のブライアン・メイと同じ部類のコイン数持っている積むと、またあのユキエルとか、ユキエルとかもっと低いんですよ。あー、ちょ、ない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 。つながらんし、ないし。スズニアンさん、こんばんは。ヨーネーズさんもこんばんは。ダイツムのスコア補正はさすがにないよね。ダイツムのスコア補正、スコア補正は、あ、でもスコアはあの積むによって違うので、もうそこら辺はわかんない。なんで点数が違うかは本当にわからない。その積むによって倍率が違うくらいしか言いようがない。だって、ぶっちゃけわからんもん。だって、積むスコアがあって、やべ、タイミング間違いだ。
てかこれマジで振ってこんな、振ってこんし全部タイミング悪いし、うわひどい。4000枚いかない気がする。そう、積むごとに積むスコアがあって、消去系とかでその消した中にその積むが何体含まれてるかまで計算して、コンボボーナスとか全部計算しないといけないので、わからん。眠くなったやっちさんおやすみなさい。とりあえず5000枚は行きたいな。振ってこい。あー、ミスった。本当に最近チェーンがミスるな。おい、マジでライオンいね。おお、ま、ひどっ。いや、なしにしたいわ、これ。254。ひどいなぁ。次のコイン稼ぎ、アリ王子。やだやだ。ユケール補正がなかったらさらに最強になってしまう。いや、そこまで変わんないよ。あれ、いや、今のワンプレイで効率がだいぶ変わったわシンバ6個かかりそう。かかる。だからあのマイナス500しといてくださいペリウィンクル同じ消去数でコイン数が違う。あ、そうなの。魔法でしょ。雪エルはね、確かね、なんかその動画に書いた気がするな。仮に補正かかってなかったら何枚だったかって。あれ何枚だったっけ忘れちゃった。もう必要積むが多いからさ、待つのができないんだよね、うまく。ガストンスキル6で6500から7000枚。ちょ、待って、溜まって、溜まった。稼げないんですけど、どうすれば8000から9000コイン稼げますか？最初のスキル発動は、とにかく早く。無理に1回目でね、もうガストン盤面にしようとか考えたら、時間かかっちゃうので、とりあえず1回目は、もうスキルを使う。で、少しでも、ガストンを多くしとく。あとはもうミスなく、なるべくミスなくつなぐ。ほいっと。マックイーンと同じコインの入り方。そう、ユキエルはね、マックイーンと同じコインの入り方するの。マジで謎だよね。調べててびっくりしたもん。ユキエルスキル5、6000枚すごい方。スキル5だったらもうちょいいくんじゃない？この3つ。ガストン以外で早く稼ぎたいんですけど、どの積むがいいですか？いない。ガストン以外で早く稼ぎたい。ガストン以外で早く稼ぎたい。効率で言ったらガストンでジェダイでユキエル、バハミ、野獣って感じなんですけど、トップ5は。バハミ持ってたらね、もちろんね、バハミをしたい。
これはたまるな。多分ボーム割ればたまる。と思いたい。あ、たまってた。雪エルが早いと思う。ジェダイはね、むずい。これ待っとくか。ここグーミー様、イッサさん、こんばんは。4つで、よし、たまった。お、43秒、2000枚。ナイスタイム。お、これいいんじゃない？ここもタイムが出ないけど、たまる。よいしょ。あー、一個繰り越せんかったか。ちょ、茶色がやっぱ少ない。よし、ナイスタイム。あのグーフィーちゃんを宮中につなぎたいけどいない。野獣、白生またたしんば、スカーの3つのうちどれが一番稼げますか。野獣、野獣が多分ね、一番いいかな。効率いくと。スカーはね、全然いかない。スキル6同士で比べると。いや、これスキル溜まるか、次。田中さん、こんばんは。溜まる。5000いってる。うわ、いないか。はい、35。スキルたまるけど、他のツム消しとこう。よし、7秒、12秒でしょ。よし、もう一回スキルいけるぞ。あ、スキルじゃない、フィーバー。はい、スキルがたまればね。よし、あー、6600くらいか。7000いくと思ったんだけどな。キングさん、初見ありがとうございます。今までずっと自分が得意なマルドラもしくはジャマレを使ってて、わー、6かかった。500じゃなかった。何コインだっけ。3000マイナスしといて。ジョンさん、こんばんは。ジェダイ弱体化しましたよね。弱体化基本ないよ。もう、思い込みだから、弱体化は。基本ね。今度のおみくじのやつで1000万コイン欲しいですか？それもらえるんなら欲しいよ。それ欲しいわ。今日動画で素顔出てましたが、動画で素顔出てた？本当に？誰だ？別人じゃない？ジャックさん、初見ありがとうございます。あかん。おっ。よし、2個繰り越し。34。つなぎたいね。大ツム絡めればたまるね。下段も消しとこう。ここよし、たまる。32か。キューチェーン、いや、ここも無理しない。よし、スキル5で7000稼げるなら、雪エル、ス
キル6にしなくていいですか？うん、無理にしなくていいと思うけどな、基本的には。てか、5から6が大変すぎて。うん。したいかって言われたらしたくないしね。できたら。グリーモさん初見だっけ？違う気がする。ちょっと待ちすぎだこれ。最近ジェダイのコイン稼ぎが疲れると感じる。そんなもんだよ。難しい。ユーマさんこんばんはっす。うわー、つったかない。9秒。おお、新しいシンバ気に入りましたか？いや、気に入ったというか、とりあえずコイン稼ぎ30分はやってみるだけ。ここでタイムが出たら嬉しかったけど、とりあえず待て、ここ。お、7000枚いけそうじゃない？いや、振ってこい。よいしょ、来た。これで巻き込んで、来たんじゃない？よし。来た、7000。いいね。7000丸さん、山本茂君さん、こんばんは。もう7000いって満足なんだけど、最近つむつむが楽しいです。いいね。ゲーム楽しむのは大事。いや、どっちに繋がんねん。うわーい。山本さん、こんばんは。二人の山本。イサさん、更新。いや、昨日のね、ライブでもね、7000出してるので、7030枚ぐらいだったよね、昨日確か。それが最高。シンバ使いますか？使えるか使えないかで言ったら、まあ使える方だと思うけど、他のツムがいるので多分使わないと思う。いないじゃん。どこも繋がんないじゃん。セレボいいの来るかな、どうかね。あ、やべえ、今9チェーンつなぐべき。レインさん寝ます。はい、おやすみなさい。落ちますだった。14チェーンもつながんなくていい。ほいっと。とりあえず5000枚だね。あと11分。お、あ、いけるわ。5000。あ、やべ、フィワゲージ見てなかった。ガッチャン、こんばんは。タイミングをミスってく。フィーバー終わってからいけると思ったけど。仕方ないね。わさび猫さん、こんばんは。のんさん、最近今日配信するかなって待ってる時間があります。楽しいの。
と7チェーンしての9チェーン以上してのシンバ。何時くらいからやってますか？何時くらいからやってる？さっき始めたばっかだよね。ほっ、よし。邪魔れた野獣どっちの方が強いですか？コイン稼ぎだったら野獣。フィーバーゲージの使い方を教えて。使い方？使い方？ようわからん。コイン稼ぎの時は待ちます、とりあえず。スキルでフィーバー入った方がよっぽど早くて効果的。ああ、これスキル溜まるかな。あと 4.5 秒ぐらい。スキル溜まった。よし。溜まれ、溜まれ、溜まれ。溜まった。ここ。フィーバーの時間って何秒ですか？10.5 秒くらい。10.5 秒くらいです。10秒じゃないです。ぴったし10秒じゃないでよ。それがまたいやらしい。だからフィーバーで、フィーバー入った時に10秒って考えると、あ、違う、11秒くらいだっけな。11点いくつかか。確かそうだ。 SK さんおはこんばんにちは。そう、10秒じゃねえ、フィーバー終わんないので。おー、ちょ、スキルたまんないやんけー。妖怪値足りない。また。シンバの演出時間 2.5 秒くらいだから効率いい気がする。まあ、普通の消去系の中では、割といい方じゃない？割とね。ボムは一つ残しといた方がいいですか？どっちでもいいかな。ちょ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 。割っちゃえ。割っちゃえ、日産。たまる。待つ。ここ。ハッピーマイクとか演出長すぎ。まあ、あれは長いよ。本当に。必要数14と15では大きな壁があるような気がする。ある、ある、ある、ある。めっちゃ大きな壁がある。あれ、これ5000マイク？ちょっと怪しくなってきた。シンバってガチャで何回目ぐらいで入手できたんですか？ 1 回目だね。グミさんも落ちます。はい、おやすみなさい。あ、シンツムライブ。あれ、公開にしてなかった気がする。あ、違う。シンバのは後からか。後から加えたもんで。
ライブはしてないんだ。最近始めたんですが、今のガチャで手に入ってコイン稼ぎできるキャラいますか？コイン稼ぎできるキャラ、多分ね、そこら辺のね、プレミアムボックスで出てくるツムよりも一個足りない。ガジェット、あのね、イベントの方のね、塗り絵イベントっていうのがあって、それでゲットできるガジェットってツムがいるんですけど、多分そのツムの方が優秀。とりあえずはたぶん今回のピックアップガチャはライオンキングシリーズかリトルマーメイド。あーどうかね。ピックアップガチャは別にラインナップそんな気にしてないからな。まあ昼間だからね。とりあえずスキチケが手に入ればいいよって思ってる人なので、ガジェットでコイン稼ぎしたらどれくらいいきますか？わかんない。とりあえず54コインで、まあ、3500かな、平均。そんなもんじゃない？よくて4000とかじゃないの？チョコーキー。最近強いツム来ないですね。強いツム来ないね。まあ邪魔でユキエルがやっぱちょっと強かったくらい。かなぁ。ホーキー当たったんですか？ホーキー？一応僕全ツム持ってるので。全ツムスキルマじゃないけどね、あのなんだっけ、ストームトルーパーとコグスワース以外は全ツムスキルマです。以外はスキルマ。あー8になっちゃった。ここはもう自分の腕で最速で入る。スキル5野獣平均4300くらいで、よくて5500なんですけど、そんなもんですか？そんなもんじゃない？必要積む16って重いもん、重いからそんなもんだと思う。あ、またこれ、シンバいなくてダメなやつじゃーん。なんか今のツムとは違った個性的なスキルが来てほしい。運営頑張って。ラストかな。ハムスキル4、よくて3000コイン。あー、少ないと思う。画質良くて見やすい。あ、本当にありがとうございます。結構悪い方だと思ってたけど。ピカシャルさんこんばんは。やべえ、コメント見ててフィーバーゲージ見てなかった。ちかざます、あざます。だからね、6になったら化けるんだよ野獣は。必要積む2個減るとどんだけ楽か。シューポンさん最高スキルほぼ全て6です。
よいしょ。タイム出てる。プロですね。プロじゃないけど。これラストプレイかな。ラストですね。さすがにワンプレイで3分半くらいかかるんで。もう終わっちゃう。3000、お、タイム出るね。こっからの振り具合で7000いけるぞ。うっと、4700、これでスキル使える。めぐみさんこんばんは。あー、きついか。振ってこんな。これで6000でしょ。きつい。ラスト6600。まあ良かったんじゃない最後。はい、ということで30分終わったけど、6792033、倍率そんな2倍とか出てないもんね。6792033引く6742990は49000、足す3000コインか。52000。ああ、5万超えてくるのか、やっぱり。とりあえず倍率とか全く見てなかったけど、あ、2倍来てたかな、わかんねえや。5万は超えてきたけど、なんとも言えないね。サラザールとかと一緒くらいかな。ジョーバソフィアには届いてなさそう。お疲れ様です。ありがとうございます。アキさんは一番最初何でコイン稼ぎしてましたか？スキルレベル2のスティッチ。疲れちゃったー。まあ、とりあえず、30分終わり。まあね、2回目のプレイで4000枚って出してたんで、